まさかあなたが第二分校に入ったなんて。全然知らなかったわ。てっきりカイトの女学院に移ったと思っていたのに。手紙の方ではそこはぼかしていましたから、それとなくヒントも散りばめてはいましたけど。あなたと来たら相変わらずというか。わざわざカイトに届いた手紙をリーブスに転送させたのね。ちょっとしたスパイ小説みたいでしょ。お二人を心配させたくないのが半分、驚かせたかったのが半分ですね。心配させたくないって、心配に決まってるでしょ。でもよかった。返事がいつも遅かったから、何か起きているのかと思って。ただでさえ何の力にもなってあげられなかったから。私もそうだわ、もっと力になれればって。お二人とも。そのお気持ちだけで十分です。どの道アストライアに居続けることはできませんでしたから。まあ姫様と乙女のたしなみで盛り上がったり、エリゼ先輩のお兄様ラブの話が聞けなくなったのは残念ですけど。もう本当に相変わらずね。トールズではミューサと名乗っているのね。実践もある環境だそうだけど、ちゃんとやっていけそう？ええ、これも自分で選んだ道ですから。いざとなれば先輩のお兄様が守ってくれるでしょうし。え？ん？悪い、聞くつもりじゃなかったんだが。リーさん、その殿下も申し訳ありません。乙女の密談を聞かれてしまいましたね。まったく
思わせぶりに目くばせしてくると思ったら。はあ、リーンさんは悪くありませんわ。ええ、昔からこの子はこうですから。屋上で何かあったみたいです。なんだ、何があった？出ました、タワーの屋上の映像です。なんや、あれは昼間見た揚陸艇。なんだいあの人影は。あ、ナンバーワン豪炎。それって結社の執行者。トワ先輩、ランディさん、生徒たちと視察団の安全確保。ミハイル少佐は警備部隊との連絡をお願いします。合点承知だ。エレベーターは使用不能だよ、非常階段を使って。了解です。は？教官。7組、8組、9組は集合しろ。装備を確認。36階の VIP フロアに向かう。えい、勝手に仕切るな。こちらトールズ第2、警備管制室応答せよ。こら待てよお前ら。だったら俺が連れ戻してきてやるよ。では私もすぐに戻ってきますから。何のつもりだ。今回ばかりはこの目で見ておきたくて。ミューズちゃん、どうして？まあもう、何だってんだあいつら。シバルサーに任せろ、ゲストたちの保護が優先だ。
あの黒い炎に。下手をすれば勝手に風が外れそうだな。リン様。シャロンさん。私もご一緒します。会長のお許しをいただきましたので。助かります。二人いたみたいですが、合演の他は。ええ、執行者の一人ですわ。それも極めて厄介な。リン様、一気に参りましょう。ええ、お願いします。戦闘音。まさか中まで入り込んでいるのか。結社の哨戒機、こんな時に。加勢するぜ。あなたたちはミュゼまで。毎度毎度、てめえらだけに美味しい思いをさせてたまるかよ。今回は私もお手伝いさせていただきます。話は後だ。こいつらを無力化する。ああ、もう気をつけてよね。誰に物言ってやがる。それではオープンコンバットですね。さあ始めましょう。セット、ストライカー発生。よし。私の番ですね。青き翼のシート、リマです。いいぜ。よし。行くわよ。はっ、せ。よし。もらった。さすがはアッシュさん、お見それしました。本気で言ってんのか。行きましょうか。ええ、くれぐれもご用心を。遅かったじゃねえか。君たちが一緒に来るとはね。その声は最悪の組み合わせですわね。なかなかやるわね。気候兵戦でもいい動きをしていたが。ミゼさんの魔導ライフルも予想以上でしたね。それほどでも。別にてめえらに認められる必要もねえがな。とにかく教官を追いかけましょう。ああ、だいぶ先行された。二人ともついてくるなら本当に気をつけてよね。了解です。そんじゃ行くとするか。ちんたらしてんじゃねえ。とっとと行くぞ。
参りましょう。崩れた。速攻で消す。オッケー。はっ。わっ。えっ。僕たちの相手じゃないな。36回。屋上は40回。まだまだ先ですね。速攻で決める。はっ。任せろや。もらったぜ。はい、青木翼の。もらった。行くぞ。続けてくるぞ。僕の番だな。そこだ。頼んだ、ユナ。任せて。よし、やっせ。いいぜ。私の番ですね。やっ。僕の番だな。行くわよ。はっ。チャンス。遅い。ふん。各種ステータス。39回。はっ、ラストだな。もう一息。久しぶりだな、クルーガ。それに灰の小僧、面白い場所で再会したもんだぜ。お茶会などであればなお良かったのですけど。あんただとすぐ分かったよ。存在自体と一体化した力。今ならその化け物ぶりが一層分かる。へえ、そういうお前さんはなんか妙なことになってやがるな。鬼の力、1年半前よりいい感じで混じってるじゃねえか。鬼神を呼ばれるのは様子を見た方が良いかと。下手をすれば彼をその気にさせてしまいます。ええ、重々承知です。高魔城の時も絡まれそうでしたから。おいおい、人のことを戦闘狂みたいに言うなよ。ヴァルターや戦記の小娘よりはわきまえてるつもりだからな。どっちもどっちだと思うけど。灰のお兄さんは改めまして、執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラさ。沼地で現れた少年か。幻獣を出現させるだけじゃなく、この場所にも現れるとは。視察団の方々を狙うつもりか。実験のついでにちょっと挨拶に来ただけさ。お望みならこのタワーを丸焼きにすることもできるけど。彼がね。って人任せかよ。実験、ハーメルでも言ってたな。クルーガー、怖い顔しないでおくれよ。4年ぶりじゃないか。あって、シャロンって呼ぶんだっけ。どちらでもお好きなように。4年前あなたからの要請でサラ様を足止めした時以来ですね。
そうそう、リベールでの復員計画、あれの一環で帝国のギルドを爆破して牽制カシウスをおびき寄せたんだけど、最年少の永久だった市電には足止めを食らってもらったんだよね。里帰りしていたノーザンブリアでさ、その結果ギルドの立て直しで牽制のリベールへの帰国も延期。見事教授の復員計画は第一段階をクリアしたってわけさ。レーベのやつから聞いたな。そんなことが。ええ、所詮私はその程度のもの。ラインフォルト家に害がなければ古巣の悪事を手伝うような下道です。ですがこのタワーにはイリーナ会長や他の方々がいます。あだなすつもりならば視線としてあなた方の前に立ちふさがりましょう。シャロさん変わったね君も。木馬団から結社入りしたばかりの頃とは大違いだ12年くらい前だったか笑顔もサービスできない出来損ないの小娘でしたが、あの時軍門に下された狩、少しはお返しいたしましょう。何が目的かは知らないが、俺も同様に守るべき人々がいる。届かせてもらうぞ、強援に同化せいいだろう。僕の出番はなさそうなんだけど。いた！追いつけたか。来るな、正真正銘の化け物だぞ。結社の執行者って、子供まで。そちらは知りませんが、あちらの彼は最悪ですねどっちも生かした面構えじゃねえか。ええ、尋常ではなさそうですね。アッシュミュゼまでそっちはクロウサギだったかせっかくだから僕が相手をさせてもらおうかな。やらせるか。おいおい小僧、よそ見してる余裕あんのか。一旦任せましょう。彼の戦闘力は私程度です。ですがこちらの彼は気を抜けば死あるのみですわ。七組総員、ミューゼにアッシュも、二方向での迎撃行動を開始する。敵機オーダーも出す。死力を尽くして生き延びろ。承知。了解しました。お任せよ。言われるまでもね盛り上がってきたね。そんじゃちっとは楽しませてもらうぜ。お手並み拝見といこうかな。僕の番だな。俺の番だな。私の番ですね。よし。僕の番だな。任せろや。私の番ですね。あとはお願いします。任されました。それこれで決める。バンダールが送金。なかなか楽しい子たちじゃない。だったらちょっと本気を出させてもらおうかな。いいぜ。それ
体力低下。マジか。ところで未熟な。さて、どこまで見せてくれる？それ。マイ。はっ。無理。今だ。速攻ですわ。無理。私の番ですわ。無理。チャンス。ハハッ甘々ですわ。無理。まあこんなもんか。俺の番だな。は無理。はい。無理。まい。はっ。崩れた。速攻ですわ。私の番ですよ。ご褒美だ。いいもん見せてやる。オラ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 。さてこいつの仕上げだ。ジリオンハザード。邪道だが強い。なんとか隙を作れれば。なかなか楽しめたかな。あの小娘がここまで成長するとはな。思わず本気を出しそうになっちまったが、お前が本気を出さねえならそれはそれで面白くねえ話だ。狂っちまえよ小僧。一緒に月に吠えるとしようぜ。彼を本気にさせるわけにはいかない。だがこのままでは。そうはさせないわ。マキアス、アリサ、お嬢様、緑星の月の光よ。ほとんど燃えてない。現実の炎、そんなところでしょうか。へえ、鋭いじゃない。あ、エマさんの。喋りやがった。深淵の身内どもか。ああ、せっかく綺麗にライトアップしたのにさ。リン、無事だったか。マキアス、アリサにエマたちも助かった。大丈夫シャロン。申し訳ありません。不覚を取ってしまいました。これ以上するつもりなら私がお相手します。魔女クロチルダが妹弟子にして赤のローゼリアの養い子、トールス旧七組出身エマ・ミルスティンが。へえ、深淵に届く魔力か。帝国のヘクセンブリード、確かに大した一族みたいだね。内戦の時よりもそそらせてくれるじゃねえか。面白え。せっかくだからこのまま第2ラウンドでも。そこまでだ結社の諸君。殿下、先輩たちも
先輩。来やがったか。間に合ったか。大丈夫？リン君にみんなも。すまねえ、人形どもを片付けてたら遅くなった。道化師か、随分と久しぶりじゃねえか。刀身の息子か。妹さんとは結構仲良くさせてもらってるよ。ああ、戦記の小娘の兄貴か。兄貴じゃねえっての。マキアス君、アリサ君、エマ君たちもお疲れだった。おなじみの道化師君に火炎魔人殿だったか。そういうあんたは宝刀王子だったが、ただの皇族のくせに妙な魔力を感じるじゃねえか。イニシエのアルノールの血かな。そしてそちらが噂のルーク・オブ・ジェイド殿か。そちらの呼び名で呼ばれるのは新鮮だが、このタワーは現在私の管理下にある。礼儀はわきまえてもらおうか。見喰らう蛇の諸君。ゾクゾクしてくるな。でもそろそろ時間切れかな。あんたとは一度やり合ってみたかったが、目当ての連中は釣れなかったし、あくまで今日は前挨拶だ。それじゃあ今宵はお付き合いくださり。待ちたまえ。せっかくだ、手土産の一つくらい置いていってもらおうじゃないか。情報という名のね。へえ。何が聞きたいのかな。言うまでもない。目当ての連中というのは何者だ。そしてどうしてこの地に来ている深淵の魔女殿がそこにいない。確かにクロチルダさんが来てるなら、このような状況で出てこない方ではありませんわね。姉さんの気配は確かにこの地にあります。それなのにこの場所に姿を見せないということは、もしかして結社とたもとを分かったんじゃないの。大正解。いやー、使徒たちの間で方針の違いが出ちゃってさ、6対1で彼女の主張が退けられちゃったんだよね。そして深淵は出奔、現在行方知れずってわけだ。一応補足を頼まれたが、めんどくさいったらありゃしねえ。やっぱり。何やってんのよあの女は。エマ、それだけじゃないだろう。目当ての連中、それ以外にもいるという表現だ。サザーラントでは何者かの手先の西風の旅団が潜んでいた。だが現在情報局と TMP によって両兵関係者はクロスベル周辺から徹底的に締め出されている。ならば一体何者だい。そして幻獣や今回のような騒ぎ、その相手との対決を通じて何の実験をしようとしている。なるほど。さすがは宝刀王子。落ちぶれたとはいえなかなか冴えてるじゃねえか。影。まさか。アルティナ、エマにセリーヌも。了解です。はい、分かった。これは独立時に共和国軍を壊滅状態にしやがった。新規アイオーンベータ2、新たに作られた後継機ってわけさ。ま、司法の力がねえから中途半端にしか動かせねえけどな。もう少ししたらいろいろと楽しませてやれると思うぜ。
別に視察や演習を邪魔するつもりはないけどね。それじゃ今夜はこれで。ふざけないでよ。ユーナさん、黙って聞いてればペラペラと。クロスベルで私たちのクロスベルに来て勝手なことばかりして、結社だの帝国人が寄ってたかって、挙句にそんなデカブツまで持ち出して、絶対に絶対に許さないんだから。ユーナ有望、威勢のいいお嬢さんだな。クロスベル出身みたいだけど、どう許さないっていうのさ。お仲間に頼らないで一人で立ち向かうつもりかい？お望みなら一人でもやってやるわよ。それにクロスベル出身は私だけじゃない、特務支援課だっているんだから。潜伏しているロイドさんに、アリオスさん、インさん、ノエル先輩にダドリーさん、セルゲイ課長にサイト君だって、エリー先輩にティオ先輩、ここにいるランディ先輩だって、あんたたちみたいにふざけた連中、支援課が絶対放っておかないんだから。ユーナ、ユーナさん、特務支援課か。確かに手ごわい相手だけど、そちらの総督閣下の指示で拘束されてなかったらの話かな。まさかミシュラム方面の動きって。ミシュラムに入れないのでなく、ミシュラムから出さないための封鎖。支援課の関係者全員をミシュラム方面に拘束したのか。拘束しているわけではありませんが、ミシュラム一帯を鳥籠に見立てて、バニングス手配犯とゼロの巫女、風の牽制や陰を閉じ込めた。ノエル少尉やセルゲイ課長など支援課に属していた軍警関係者にもミシュラムでの待機任務につかせている。そうだな、ミハイル少佐。ええ、マクダイル議長やお孫さんも例外ではありません。なんてこと。どうして、なんでそんな。決まってるじゃない、彼らに勝手に動かれて事件を解決されないためだよ。特務支援課なんていう過去の英雄、帝国の統治の邪魔でしかないからね。かといって下手な罪状で捉えたら市民感情の悪化を招く。だから生かさず殺さず徐々にフェードアウトしてもらおうと総督閣下は考えてらっしゃるのさ。本当なら彼らごときいつでも始末できるのにね。ま、さすがに悪趣味だとは思うがな。風の牽制ってのは一度やり合ってみたかったんだが。ユーナさん大丈夫か。お兄様、皆さん、兄様ご無事ですか。みんな放たれた人形兵器も全て制圧できたか。今度こそ幕引きかな。じゃあな、クルーガー、灰の小僧どもに宝刀王子も。実験が成功した暁にはもう一度だけ挨拶に伺おうかな。今宵はお付き合いいただき誠にありがとうございました。私たち夢でも見ているの。
さて、当面の脅威は去ったが、これは帝国の英雄に一働きしてもらう局面となったかな。君はどうして。ユーナさん。ユーナ。ねえ、どうして私たちの誇りまで奪おうとするの。自治州を占領して勝手に共和国と戦争して、あんな列車砲まで持ち込んで、私たちの光を、たった一つの希望を返して、私たちのクロスベルを、あの自由で誰もが夢を持てた街を返してよ。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。次もよろしく頼む。そんじゃ、お約束のもんを持ってきたぜ。あれが政府からの要請書か。ディーンさんとバリマールをこの一年動かしてきた。立ちが悪いわね。朝早くにご苦労様です。ミシュラムの封鎖はいいんですか。ああ、結構大変なんだよな。バニングスともは湿地帯に追いやって、軍系の関係者には待機任務で缶詰、マクダイル議長と孫娘にはどうでもいい要人への応対とかな。隙を見せたら突破されそうだが、クレアならまあ抑えられんだろう。くそが、あの優しい人にそんなことをさせているのか、あんたたちは。グダグダ言ってる暇はないんじゃないか。とっととお約束やっちまうとしようぜ。ええ、依存はありません。灰色の騎士リーン・シュバルツァー、帝国政府のオーダーを伝える。結社の狙いを見極め、クロスベルの地の混乱を回復せよ。
その要請引き受けました。当然私たちも手伝わせてもらうわ。ええ、姉さんの動きを確かめる必要もありますし。観察員の許可ももらった。どうか助太刀させてくれ。アリサちゃん、エマちゃんに、マキアス君も。ありがとう。遠慮なく力を貸してもらう。ミハイル少佐、問題はありませんね。勝手にするがいい。オルランド注意、君の同行は許可できないが。まあそこはさすがに認められない一線だよな。ランディさん、あなたから支援課の話をいろいろと聞けてよかったです。正直役者不足かもしれませんが、あなたたちの代役、俺たち7組が務めさせてもらいます。リンク、みんなも。生徒たちは任せてくれ。通信だったらティオスケも最大限協力してくれるはずだ。だから頼む、俺たちの代わりにどうか事件を解決してくれ。頼まれました。やれやれ、煽るまでもなかったか。ま、こっちはこっちで共和国対策もあるんでな。せいぜい頑張ってくれよ。教官、行くんですね。まあ、だが今回君たちの動向を止めるつもりはない。前に約束しただろ。だがこのままユーナを放っておいてもいいのか。それはとても放っておけません。演習先が決まった時からずっと無理をしてたんだろう。市内に家族もいることだし、一時帰宅を進めてもいいんだが、だがこんな時だからこそ彼女自身に気づいてほしいんだ。第二分校生として、クロスベルを愛する人間として、今何をすべきなのかを、そしてできれば三人揃って追いかけてきてほしい。僕自身迷いもありますが、了解しました。ああ、頼んだ。それとできれば伝言を頼みたいんだが。新7組か、いいクラスじゃないか。そうね、迷い悩んで、それでも前に進んで。それが未来の自分を形作っていくんですよね。あんたたちも大概迷いまくってたもんね。
ま、司法の力がねえから中途半端にしか動かせねえけどな。もう少ししたらいろいろと楽しませてやれると思うぜ。確かにジオフロントが探知に利用できるかもしれません。